なんか地獄の階段なんですけど。皆さんおはようございます。現在私は東武東上線小川町駅に来ております。本日は外秩父七峰縦走ハイキング歩いていきたいと思います。それでは早速出発したいと思います。それでは出発します。ちゃんと曲がるところには外秩父七峰。それじゃあ行ってくるぜ。最初しばらくは舗装路を歩いていく形になります。ここを右に曲がるようです。ここは左か。お、こっからようやく山道へと入っていくのかな。ちょうど今スタートしてから30分経過したとこですね。よーし、結構頻繁にこのコースの案内が出てるので安心してハイキングができます。うわ、竹太い。また舗装路に出てきました。出たら左に曲がるようです。ここを左、よし。ちょうど武甲山でこけて1ヶ月、足にまだちょっと違和感があるんで寄居駅まで走破できるのかちょっとわからないですが、完走を目指して頑張ります。また舗装路を離れトレイルに入りました。今朝の7時台ですが、今日は気温がだいぶ上がってくるという予報なんで、今は涼しいですが水分をこまめに補給して歩いていきたいと思います。大会参加の皆様へ、この先道幅が狭く渋滞が予想されますが、ハイキングコース以外には立ち入らないでください。なるほど、さすがに今日は渋滞はないですね。だいぶ坂がきつくなってきた。次は2個目のチェックポイント、神の倉山ですね。この辺は軽い鎖場みたいな、そんな感じでしょうか。神の倉山の1個前に関村山344メートル、到着しました。いや、眺めがいい。先に進みましょう。そして神の倉山到着しました。344メートル。ここはチェックインポイントなんでチェックインしたいと思います。それでは山下チェックインしたので、また次に進んでいきたいと思います。一度山を完全に下りきってまた舗装路に出るようですね。これはここは左に曲がるようですね。今のところ足に違和感なく歩けてますね。まだでも10キロも歩いてないんで、この先はちょっとどうなるか分かりませんが、道の駅和紙の里東秩父ですね。スタンプを全部集めるとここでも景品をもらえるみたいですが、あれ、曲がるとこどこだ、いいのかな。あ、ここ曲がんだ。まだ朝早いので道の駅も施設が閉まっているようです。この道の駅を突っ切って七峰縦走コースがあるようです。それでは道の駅の裏手から登っていきます。舗装された林道を現在登っているところです。ちょっと
パワーを補給したいと思います。長い林道を登ってここから山の中へと入ります。現在時刻は10時ちょい前ですね。気温がだいぶ上がって暑くなってきましたね。次のポイント笠山に向けて頑張ります。ここからまた山に入ります。笠山道平山方面行きます。ここが笠山チェックポイントって書いてあるんで、山頂はここじゃないのかな。チェックポイントっていうことなんでチェックインしたいと思います。ここ笠山のチェックポイントだと思うんですけど、なんかうまくチェックインできないんで、まあ山下のチェックインは諦めて先に進もうと思います。外秩父七峰はここを右に曲がって進んでいくみたいなんですけど、多分笠山の山頂がもうちょっとこの先にあると思うんで、ちょっと寄り道して笠山山頂行ってからまたここに戻ってきたいと思います。あ、着きました。笠山山頂837メートル。よし、もう一回試しに山下チェックインやってみようか。確かなんか三角点とかってもうちょっと先のような気がしたんですけど、まあ今日は外秩父七峰を歩くってことで、一応ここで笠山に来たということで本来のルートに戻っていきたいと思います。それでは本線に乗って進んでいきたいと思います。だいぶ足に来た、疲れました。パラグライダーが出発するところに着きました。気持ちいい、天気が良くてよかった。道平山頂と七峰縦走コースはこっちなんですけど、ちょっと水をいただいていきたいので左に寄り道します。お水汲ませていただきました、ありがとうございます。それでは戻っていきます。道平山876メートル到着です。よし、それでは先に進みます。ちょっとお腹空いたんで栄養を取ります。それじゃあここからまた山に入っていきます。いや急だな、剣ヶ峰に向けていくやつだこれ、急なんだよな。ここに来てこの坂は結構きついんですけど、疲れた。そして剣ヶ峰ですね。それでは指示通りここを下っていきたいと思います。下りで踏ん張ると右足が少し痛いんで、ちょっとまだ完治はしてないようです。白石峠まで下ってきました。どうやらここを上に上がれというご指示なので、ここを登っていきたいと思います。まずは定峰峠向けて頑張ります。なんか地獄の階段なんですけど、この辺はちょっと道が荒れてて歩きづらい。小川町のスタートからさっきの白石峠までは歩いたことがあるんですけど、白石峠からこの先ずっと一度も歩いたことがないんでちょっと不安なんですが、今度は果てしない下りが待ってました。足に来る。景色がいいですね。あそこにドームがあるんで、あそこが道平山で、あそこが笠山かな。こうぐるーっと歩いてきた形のようですね。定峰峠到着しました。それでは大霧山の方に向けて歩きます。あそこかな。しんどいしんどい。ここだ。 3.4キロ行きます。ここは眺めがいい。
癒される。ああ、今涼しい風が、ああ、ここで元気投入しようと思います。だいたらぼっちの伝説。うん、結構いろんなところにこの伝説はありますよね。どうやらこのだいたらぼっちのところが旧定峰峠みたいですね。それではここで大霧山に向かって登っていく感じになるようです。はあ、頑張ります。大霧山坂が結構きついんですけど、こんなですか。長かった。見えてきた大霧山 766.6m 到着しました。わあ、ナイスな眺望じゃないですか。疲れました。ちょっと座ります。ここの時点で25キロ歩いたようです。あと17キロも歩くのか。まだ先は長いんで、長湯はできないってことで先に進んでいきたいと思います。こっちかな。よし、行きます。ん？矢印が左と右で分かれてるんですけど、左がおすすめ、右は急な下り坂。おすすめ行きます。カユニタ峠に着きました。初めて来るな。なんだろう、カユニタってよくわかんない、難しい。先に行きましょう。またしばらく林道を歩いています。なんか林道を歩いてて、山の上をふと見たら大きい牛がいるんですけど、どういうことですか。この辺は牛を飼ってんのか。ちょっとびっくりした。こういう牧場だったみたいですね。林道側から見るとちょっとびっくりしますね。この辺りもとっても景色が良くって、道平山ほかいろいろ歩いてきたところが見えてるようです。モンモンハウス。僕が買った後、別の人がこっちの秩父コーラっていうのを買ってたんで気になるんですけど、さすがにな。そろそろ行きますか。あそこには羊がいますね。子羊、ちっちゃいのがいますね。こいつは遊びたがってんな。日本木峠に着きました。まだここは上に上がるようです。それでは美鈴山に向けてここを登っていくようです。そして美鈴山679m 到着です。ああ、ちょっとあっち行ってみようか。美鈴山めちゃくちゃ景色いいじゃん。なんかピンクのポストありますね。へえ、すげえ、すげえぞ。おお、じゃあ先行きますか。次の富谷山で最後かな。山は富谷山登ったら寄居駅に歩いていくような感じだったと思います。それでは富谷山に頑張りましょう。富谷山、富谷山まであと 500m。 そして富谷山668m 到着しました。おお、なんて景色だこれは。すごっ。最後にふさわしい景色。はあ、疲れました。
それではここから寄居駅方面に下っていきます。でもこっからも長いみたいですよね。まあ、僕の感想としては、はじめ関村さん菅の倉山に小川町駅からそんな遠くない位置で登って、で菅の倉山登った後から次に目指すは笠山なんですけど、菅の倉山から笠山までの距離と時間がだいぶあるので、なかなか3つ目の山に到達しないんで、時間だけが刻々と過ぎていく感じなんで、ちょっと不安になってくるというか、本当に歩ききれるのかなっていうふうに思うほど、あの菅の倉山を降りて和紙の里の東秩父でしたっけ、道の駅から標高も一気に上げていくんで、そこはかなり距離、時間、そして体力も、あそこが一番使うんじゃないかなと思います。でその後の白石峠、もう一個峠なんでしたっけ、定峰峠、定峰峠まで来ちゃえばあとは案外楽なんだと思うんで、そこら辺までどれくらい体力を使わないで歩いてこれるかっていうのが大事になってくるかもしれませんね。その菅の倉山から笠山に行くところであんまり頑張りすぎちゃうと後半持たなくなるんで、いかに定峰峠まで楽するかっていう感じで、一応道平山がからは一応下り基調なはずなんで、ただまあ定峰峠あたりまでは結構きついんで、定峰峠あたりまでなんとか体力を温存しながら、笠山になかなかつかないのもあまり気にせずマイペースで歩いていけば走破できるかなと思います。まだ走破してませんが、ということでとりあえず寄居駅に向かって歩いていきたいと思います。ところどころ休憩をしたり、モーモーハウスで寄り道したりしながら来ましたが、今回は走らないで歩きでどれくらいかかるかっていう感じで、ちょっとハイキングでどれくらいかかるかを知りたかったんで、このまま寄居駅まで走らず歩いて走破したいと、走破歩いていきたいと思います。次回はまあそのタイムよりはちょっとは早く歩くなり走るなりしたいなと思うので、まあいい叩き台が今日はできてとても有意義な参考だったと思います。まあ、最近もう結構暑いですけど、今日もなかなか暑かったので、まあ、これから登るとどうしても気温が高い場面が多くなっちゃうかもしれませんが、気温が低い時に登ると乾燥する確率は絶対上がると思うので、なるべく一度でも気温が低い日を選んでいくことが大事になってくるような気もします。あ、そうそう、言い忘れましたが、山下なんですけど、ちょっと僕はチェックポイントでうまく、笠山のチェックポイントでチェックインができなかったんで、もういいやと思って、そっからは山下一切立ち上げないでここまで来ましたが、僕のやり方が悪いだけかもしれないので、皆さんは各チェックポイントでチェックインして、山下でスタンプを集めて、せっかく歩くんなら皆さんチャレンジした方がいいかなと思います。僕はバッジもらえなかったんで、皆さんバッジをもらってどんなバッジか見せていただけると嬉しいなと思ってます。それにしても舗装路歩き、いや長いね。もしかして誰かにお会いするかもしれないんでと思って多量にワッペンとか持ってきたんですけど、誰にも会わなかった。なんかこの辺は山椒魚の里と呼ばれてたりするみたいで、さっきも書いてあったんですけど、この橋は山椒魚橋なんですね。つうことはこう見るといたりすんのかな。いかにも雰囲気はありげな気もしなくもない。もう少しでゴールです。寄居駅が見えてきました。本来の大会だと駅手前で右に曲がってなんか行くらしいんですけど、今回はそっちに行っても意味ないのかなと思って、直接寄居駅に今向かってますが、どうだったんでしょう。寄居駅に無事到着しました。ありがとうございます。時刻は5
47分ということで、朝のスタートが7時ぐらいだったんで10時間50分ぐらいかかった計算になりますね。